オーディン様、地上界にてエインフェリアを獲得してまいりました。その際、黒い鎧のヴァルキリーらしき存在と遭遇、戦闘となりました。それでどうしたのだ。決着もつかぬ間に戦闘を離脱されてしまいました。オーディン様にあだなす敵ではないかと思い報告を。そうか、先の戦争で親族はことごとく滅びてしまったはず。何者かはわからぬが、敵と判断して間違いない。お前も気をつけるがいい。は、承知いたしました。世界の救済はお前の働きにかかっている。頼んだぞ、ヴァルキリー。お任せください、オーディン様。ここがガルドバと呼ばれていた土地か。ガルドバは俺が生きていた時代に栄えていた国だ。貿易で富を築き、軍事国家としても名を轟かせていた。この有様ではあるが、かつての面影は残っている。観光くらいならできそうだ。観光？冗談だ、そんなに睨まないでくれ。我々の使命は世界救済だ。優先順位をたがえてはならない。わかるとも。何を優先とするかは常に肝に銘じている。その余裕のなさは少々危うさを感じるが、さて。これは木なのか。多数の魂が集まり木の姿となっているようだ。ということはこれがナグルファルになるのか。ナグルファルやエインフェリアとは違う。滞留した魂がただ固まっているだけだ。消えた。浄化したのか。ああ、触っただけで浄化できるならアンデッドを倒すより随分楽だな。似たような気配を感じる。辺りを探すとしよう。帰戦を制する。
これはどういうことだ。何があったバルキリー。この結婚歌だけなぜか読み取ることができないのだ。そんなことがあるのか。古くなりすぎて劣化でもしたか。わからないが、読み取れない以上はどうしようもない。いずれ読めるようになるかもしれない。気に留めておこう。恐れるんじゃThank you.
う愚か者たちも。浄化を進めよう。俺の力が必要か？俺の力が必要か？歪み死魂、今解き放たん。その場合、我が使命により貴様らを浄化する。
簡単には見つからないものだな。そういえば、バルキリーには羽があるはずだが、空から探すことはできないのか。アンデッドを借りながら探す方が効率的だ。より多くの不浄な魂を浄化するのが私たちの。どうした？視線を感じた。向こうだ。そうはショーの元にメッセージ。当然の結果だ。ジロジロ見てごめん。人に会ったのが珍しくて。こんにちは。旅の人たちだよね。ああそうだ。二人で旅をしている。俺はイーゴン、こちらはマリア。君は？俺はアルマン。奇遇だね。俺も旅をしているんだ。世界はこんなになっちゃったけど、探しているものがあってね。君たちも何か探しているみたいだったけど、もしかして不思議な木を探してたりする？ああその通りだ。さっき不思議な木がある場所を見かけたんだ。よければ案内するよ。それはありがたい。待て、その話は信用できるのか？何か企んでいたらどうする？おい、本人の前で言うことじゃないだろう。せっかくの手がかりなんだ。使えるものは使った方がいい。なるほど、一理ある。その場所まで案内してくれ。わかった、ついてきて。まったく、人間と親族の仲介は骨が折れる。
ここだよ。どう、探してた木かな？ああ、間違いなくこの木だ。大当たりだな。すごいじゃないか。待て。どうした？この気配は。殴るぞ。すぐに浄化してやろう。こうつぶ。神の振動。こいつは強き魂の持ち主よ。お前の名は何という？私の名はサイファ。サイファよ、お前は神の戦士に選定された。その栄誉を欲するならこの手を取るがいい。私は栄誉など欲しません。この世にはもう私が欲するものなど。なぜ人として最高の栄誉を拒む？気持ちはわからんでもない。俺も一度は断っただろう。不可解な。まあいい、まずは木からだ。
これだけ多くの魂を浄化できたなら、オーディン様の力もさらに戻っていよう。あの、今のは何をしたんだい？お前には理解の及ばんことだ。道中の案内には感謝する。うん、それじゃあ俺はこれで。また会おう。不思議な青年だったな、うん、世界はこんな有様だが、探し物が彼の希望となっているのだろう。人は希望があればどこまでも頑張ることができるからな。私には分からんな。おい、急にどうした？俺、なんでこんなところで。なんだったこの傷。おかしいな。何があったんだ。全然覚えていないぞ。とにかくどこかで傷を見てもらわなきゃ。なんとか歩けそうだ。なんだろう、何か大切なことを忘れている気がする。そこにいるのは誰だ。おい、何をしてる。おい、ヴァルキリー、大丈夫か？ああ、突然反応がなくなったから驚いたぞ。夢でも見ていたのか？問題ない。サイファの魂の律動を追うぞ。
我が使命により貴様らを浄化する。私を甘く見る神の神殿、ここで型をつけると。歪みし魂よ、今解き放た。何の賜物だね。これは救済だ、恐れることはない。歪みし魂、今解き放た。ここで型をつけるぞ。
好都合だ。遂げるまで私は止めない。終止符を打つ。一気に行け。憧れに消える。なかなか手こずらせてくれた。まずはご自分の体調を最優先にお考えください。王子に万が一のことでもあれば民衆も混乱します。お前の言う通りだ。養生を心がけよう。最後よ、頼んだぞ。その運命の終止符を打つ。
私を甘く見るな。立ち止まっている暇はない。救済を遂げるまで私は止まらない。視線を制する。
また失敗か。何度しくじれば気が済むのだ。私はこうしている間にもエメット様は急がなければ。これはこれは、見つかってしまいましたか。サイファよ、この世界は今滅亡に瀕している。我が手を取り、エインフェリアとなれ。そのお話でしたらお断りしたはずです。わからない、なぜ拒む。私は神の戦士の器ではありません。生来体が弱く、戦う力もない。私にできることは金勘定だけ。それすら肝心な時に役立てることができなかった。なあサイファ、世界は俺たちの時代とは大きく違ってしまったらしい。俺の祖国も守るべき人ももはや存在しない。俺も今では人ではなくなってしまった。それでもまだやれることがあると信じている。このまま後悔を残して消えたくはない。お前だってそうじゃないのか。私は償いたいだけなのです。全てが消え去ればその機会も永遠に巡ってこない。サイファよ、お前に世界を救済する力を与えよう。
Thank you.